堀先生、4月ですね。4月なんで一応私この桜色で寝ちゃってる桜色のピンクで、はい、あ、なるほど、非常に春らしくてよろしいかと思う今日この頃ですが、やっぱり春はですね、はい、暖かいんで目が眠そうでしょ。本当ね、もう全然ね、なんか良くないですよね。睡眠不足にならないように気をつけていただければと思いますけども、はい、なんか、うん、まあ、学生とか、うん、新社会人とかって4月ってもう眠いとか言ってる場合じゃないじゃないですか。忙しいもんね。そうそう、多分忙しいと思うんですよ。だけど私とか別に4月とかも全然関係ないんで、関係ない、うん、なんかそうなるともう本当なんかポケッとしちゃうんですよね。僕ら的に言うとね、4月は結構動きあるんですよ、うんうんうん、新しく担当が変わりましたとか、そういうことはありますね。でもなんかやたらと飯食わるみたいな感じで、自分自身はまあそんなに変わらなくても、周りが会社員の方とかが結構、この番組作る上でお世話になってる方で、まあ、広報担当の方とかも担当変わられたりとか、そういうこともあるし、いいお話があるのは、ご結婚されてお子さんできてお休みになられる方は本当にお世話になりましたみたいな方もたくさんいらっしゃるし、本当にいつも思うのは、我々お世話になりっぱなしで本当に申し訳ございませんみたいな感じなんですけど、ありがとうございます、ね、その分今後もですね、いろいろ文句をたくさん言いたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そっかそっか、そうなんです。だから、まあ、4月はそういう意味で言うと、そういうご挨拶のシーズンでございますので、はい、番組の名刺作って吉川ひとみって書いて、なんか、携帯しようぜ船長吉川ひとみとか、そういう、うん、名刺作ります。いろんな各社の広報とかに挨拶する。4月に4月別に4月に別に5月になって配ってもいいじゃんかよみたいな。じゃあ作ります。よし、じゃあ考えましょう。はい、ホーリン高井の携帯しようぜ。今回ご紹介する端末はウィルコムアコースフォン EF-WX05SH。 まずはじめにスペックから紹介していきましょう。サイズは高さ 122mm、 幅 60mm、 厚さ 11.9mm、 重さおよそ 120g、 4.0 インチフルワイド VGA 液晶、 854×480 ドット、 Android 4.1 搭載、 CPU クアルコム MSM8260A 1.5GHz デュアルコア、内蔵メモリ ROM8GB、 RAM1GB、 バッテリーは 2080mAh、 オートフォーカス対応、有効490万画素カメラがメイン、サブは30万画素、マイクロ SDHC メモリーカードとなっております。今回はウィルコムからアクオスフォンをご紹介しちゃいます。シニア、シルバーの方にもおすすめのスマートフォン、なんといっても使いやすいのがいいですね。携帯ピックアップです。今回ご紹介する端末はこちらです。ウィルコムアクオスフォン EF-WX05SH です。カラーの方がグレイシーシルバーとピンクの2色展開です。はい、ということでウィルコムの PHS3G 対応のスマートフォン、どっちかというと、まあ、シニア向けっていうイメージですかね。まあ、基本的には簡単スマホと呼んでるそうなので、ちょっとエントリー向けのモデルではありますけれども。ということでですね、まず、まあ、この端末も見ていただけると分かる通り、トップ側の方に、電源キーとイヤホンで、ここのキャップはこれもプシャメ防水端末なんですけど、開けると SIM、うん、と、マイクロ SD カードが入るという構造になっていて、うん、背面側にカメラと赤外線通信と、でお尻の方にマイクロ USB の端子があり、まあ、この端子は確かマイクなんですけども、あと実はこの上の角っこですね、はい、ここに実はストラップホールがあります。であとは、本体の正面側は、まあ、こういう形で、ディスプレイ4インチと、右下のところにあるこれがいわゆるホームキーに相当します。でその左側のところに音量のタッチセンサーがあり、うん、その上の段、これ画面なんですけども、いわゆるアプリの履歴キーと戻るキー、それからあとでご紹介しますけど拡大、うん、それからメニューキーと並ぶような構造になってますと。一つトレンドとして最近、はい、まあ、この僕は今首から下げてるエクスペリアなんかもそうですけど、うん、最近のモデルって基本的にでかい、うん、ね、このサイズ感なんで結構大きいですと。
それに比べると、うん、でやっぱこの大きいモデルは、うん、僕ぐらいの手の人だったら全然平気なんだけど、うん、やっぱり手があんまり大きくない人とかにとってやっぱちょっと使いにくいだろうってのもあるし、うんうんうん、でまあちょっと最近そのハイエンド系は割と大体できることもまあ分かってきちゃったんで、はい、まあ、どうなのみたいなところもあり、うん、一つ最近ちょっと注目を集めてるのが、うん、いわゆるコンパクト系の、うん、そこそこスペックがあるスマートフォン、うん、例えばドコモで言えば、去年の冬に出た、エクスペリア Z1F ライムカラーのやつがありましたよね、うん、で今年は春は、シャープからアクオスフォンが、まあAU だとセリエミニも出たし、ソフトバンクは WX ミニも出たし、ドコモからはアクオスフォンの EX か、うん、が出ましたけれども、いわゆるコンパクトだけでもハイスペック、はい、ハイエンドのモデルに負けないモデルというのが増えてきてるんで、うん、これがちょっと今後これから広く、拡大していく中では非常に注目をされるのかなと、うん、で特にまあ今ひとみちゃんが持って手で見てる感じからも分かる通り、やっぱり女性の人にとっては非常に持ちやすくて、持ちやすい、こういう感じはまあいける、手のひらにうまくスポッて入る感じ、収まる感じでね、はい、これが一つ今次の市場として期待をされてますということですね、はい、で実はこの、サイズなんですけども、はい、これ幅は60ミリです、うん、でまあ何と比較したいかというと、まあ、それは毎度のことでございますが、やっぱりこれは戦うべきライバルはやっぱりこの人でしょうって感じなんですけども、ど iPhone ですよねと、うん、で iPhone と比べてみると分かるんですけど、はい、正面合わせで見ると若干気持ち本当に気持ちです。ちょっとだけ出てる感じです。うん、高さで言うと、今高さぴったり合わせると、高さで言うと実は、はい、あ本当だ、iPhone の方が背が高いと。まあ厚みは、まあこれはわざわざこれ背面持ちやすくするためにこれカーブさせてるんであれですけども、まあ、厚みの iPhone の方が若干薄いんですが、はい、持ちやすさからするとやっぱり背面回ってる分だけやっぱ持ちやすいと。ね、絶対持ちやすいと思う。でちなみに画面は、両方とも実は4インチですと。ここから先が、じゃあなんでさっき言ったその、簡単スマホって言いましたけども、はい、なぜ僕がこれではなくて簡単スマホをそのまあそれこそシニアの方とかにはいいんじゃないのっていう話をしたいかっていうところなんですけども、はいはい、これまあ画面見てたら分かるんですけども、非常に分かりやすい。 Android のスマートフォンって基本的にホーム画面があって、真ん中にアプリケーションキーがあって、左右に振ってみたいな、あとアプリケーション出すとこう全部それをこう横スクロールとか、うん、まあシャープだとあのフィリュー X って、ね、縦スクロールのやつやってますけれども、はい、これはですね、縦方向の1画面に全てをほぼ集約した、はい、ホーム画面です。シンプルラインホームという、まあ、ホーム切り替え、まあ、あの後で追加すればまた切り替えられるんですけども、まあ、標準に入っているのがこのシンプルラインホーム。何がいいかというと、まずこういう形で縦スクロールで基本的には全部片付きますと、はい、で一番上のところに、まあ、時間と天気と温度、バッテリー、日付、携帯を時計代わりに使うような人にとってはやっぱこの情報って絶対必要なんで、まずこれを最初に持ってきます、はい、もちろんこれを普通の人はなんか Android のその何、ウジェットとかで設定したりするんだろうけども、はい、これはもう最初からここに入れてます、うん、で一番上のところに、まあ、Google の検索窓があり、はい、で当然何か検索した時はもうここでペットを押してもらえば検索窓が開くんで、まあ、これですぐ使えますということなんですけども、うん、その下にはほとんどの人が一番よく使うであろう電話、メール、カメラ、インターネット、地図、カレンダーと、はい、なるほど。その下にあるのが、まあ、自分の電話番号、まあ、スマートフォン、まあ、イチャホの時はメニューゼロでパッと見れましたけども、これの場合はまあそうはいかないんで、まあ、この時局番号って押してもらうと自分の番号がまあ出てくると、うん、ちなみにここに今ちょっと、まあ、一部隠してますけれども、はい、番号が2つ出てますが、実はこの端末は PHS と 3G と両方が入ってる端末ということになりますと、はい、いうことで、まあ、基本的にはこの縦画面のスクロールで、その下には、グループがそれぞれお気に入り、 Google アプリ、コミュニケーション、便利ツール、エンターテインメント、安心設定、追加アプリと、アプリを追加すればこの一番下の追加アプリのところにどんどん足されていくということなので、はい、これが非常に整理されていて分かりやすいと。分かりやすい。これちなみにさっき一番上のところにあの時計とか、はい、なんだろう、日付とか天気とか電池とか出しましたけど、はい、これはあの全て表示することもできるし、はい、時計だけの表示とか選べるね、もう何もなしとかっていうのもできる、うん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 、一応3つパターンが選べるようになってますと、はい、まあ、機能面もいろいろ振るってるんですが、はい、さっきまあこれの画面も4インチだけどこの画面の4インチの方がいろんな意味でいいよねって言った理由は何か、はい、これ今あの携帯ウォッチのですね、スマートフォン用のページからちょっと PC 用のページに切り替えますけども、まあ、こんな感じですと。だ結構まあ解像度で、ね、あれなんでちょっと見えにくいですけども、まあ、こんな感じになりますと。ね、で一般的な PC サイトでこういうふうに見るパターン、こう拡大して見に行くパターンもあるんですが、はい、ちょっと戻りますと。で今度はスマートフォンのページを見ますと、はい、スマートフォン用のページを見ると
まあ、大体こんな感じのサイズに見えるんですが、これだと、はい、ひとみちゃんは楽勝、僕はちょっとこうこの本文のところはちょっとこうしてちょっと見えにくいかなみたいな感じで、でも僕はまだ相当いい方で、はい、僕の同世代のお友達とかはもう多分こうしなきゃダメだったりとか、遠すぎちゃって今度見えなくなっちゃいますよね、とかもう人によってはもうこのものこと見なきゃダメとかみたいな人がいますと、はい、そんな時、うん、ここの下にある虫眼鏡を押してください。そうするとですね、こんな感じででかくなります。こういうニュースなんだみたいなことで、で見れますと。でもう一回これを押してもらえば消えますということで、こういう簡単ズームワンタッチでできるんだ。そうなんです、っていうのがありました、はい、でそれからもう一つ、もうこれはまあ今のこのもうとにかくここを押せばパッてでかくなって分かりやすいんですけど、もう一個この右上のところに文字サイズって書いてあります。分かる？本当だ。これを文字サイズタップしてもらうと、はい、標準大最大ってなってます。そもそもこの全体のサイトがちっちゃくて見えにくい時はもうこれでも大最大とかしてもらえればでかくなります。本当だ、こんだけ大きければ全然、 いやもう全然楽勝です。そういう意味で言うと、こういう文字サイズをあらかじめ3段階ちゃんと選べるようになってるっていうのは、まあこれは非常に親切なのかなと。特にそのそれをなんかどっかのメニューから何か押して何とかをたどって何とかの文字サイズを最大にするとかじゃなくて、文字サイズ最大ってもう簡単にできちゃうので、まあこれは非常にいい。であとまあそうですね、もう一つちょっとこれまあこれがその簡単スマホって言いつつ、メーカーさんこれシャープですけども、シャープの他の、例えば au さん、ドコモさん、ソフトバンクさんとかに、まあ出している、はい、アクオスフォンのちっちゃいモデルと、はい、さっき言ったそのミニ WX ミニとかセリエミニとか EX とかと、まあ、あの遜色のない、仕様になっているところがあるんですが、はい、まず一般的なその三種の神器、ワンセグ、お財布、赤外線、はい、当然載ってますと、うん、それから、もちろんこう欠かせないものですけども、船長にとっても欠かせない防水、はい、キャプレス防水ですから安心して使えますということで、これはかなり心強いでしょう、うん、特に初めてスマートフォン持つ人にとってはやっぱり意外にスマートフォンって水に弱いっていうのがやっぱりある。まあ携帯の場合はでももう防水の端末が割と当たり前になってるし、うん、まあ、スマートフォン防水で当たり前なんだけど、なんたってこの人は防水ではございませんので、まあこれで水没した人はもう山ほど僕の周りにいますけれども、もうこれだったら全然安心していけますというところなので、これもいいでしょうと。まあそういう形でハードウェアのスペックも非常にいいんですが、実はこの端末にはあらかじめ、まあそうはいつもいろいろ仕込みがしてあって、まあまあいつものあれですけれども、あのソフトバンクの端末の中に載ってる機能もたくさん載ってたりするんですが、例えばヤフー乗り換え案内とかも使えますし非常に便利なんですが、あらかじめ入っているものとして実は LINE がプリインストールされてます。 LINE ですか、はい、あれ LINE なんかシニア向けでこの端末は出してることないですかって言ったら、なんかシニアの方が LINE 使わないみたいな言い方しちゃったけど、 LINE ってやっぱり若い人っていうイメージはあるけど、やっぱ子供、まあ、高校生大学生だし、うんうんうん、ちょっと上行くとやっぱりツイッターがまあ20代から30歳ぐらい、うん、その上ずっと行くと、うん、まあ、Facebook はまあ40代50代じゃないのみたいなことを言われ方よくするんですが、ちょっとやっぱりね、世の中のイメージとしてウィルコムは若い人っていうのはだいぶ変わってきたかなと。なんで変わってきたかというと、今まではウィルコムは若い人、通話大学生がサークルでみんな持ってるみたいなパターンが多い。とは最近やっぱり大学生サークルで何でコミュニケーションしてるかって言ったら、やっぱり LINE であり Twitter であり Facebook なので、特に LINE の音声通話とか使うんで、別にウィルコムである人は全然ないわけですよ、ね、だからそこはちょっと市場が違っていて、ウィルコムが今強いのってのはやっぱりそういう意味で言うと、誰て要するに会社にかけたりとかいろんなところにかけたりするんで、まあ僕らみたいな働いてる人が持ったりとか、お母さん方が持ったりとかっていうパターンが多いで、その上で今度シニアってことになってくるんだけど、じゃあなんでシニアの端末に LINE を入れてるのかっていう話なんですけど、それは何でかっていうと、シニアの子供が LINE を使ってるので、もう少しひとみちゃんなんかもう少し上の人たちだと、お母さんスマートフォン何すんのって、じゃあこれにするわって、これ LINE 入ってるからこれでいいじゃんって言って、お母さんのセットアップしたけどタタタタって全部息子さん娘さんがやってくれると、今度はお母さんもこれで子供たちと LINE でコミュニケーションができる。もっと年齢層が上がって50代60代になって、まあいわゆる PHS の音のいい使い方ができるのがいいよねっていう話になった時に、で LINE が使えると何かって自分のお孫さんとコミュニケーションが取れるので、その意味であらかじめ LINE が入っている。これがもし
最初から入ってなくて、うんうんうん、自分でインストールしてってことになるとまたそれは手間かかるんで、うん、そこは先にやってあるのは非常にありがたいかなと。そうですね。例えば自分の親とかにもなんか勧めやすい、まさにあの、うんうんうん、ひとみちゃんのお母さんとかにこれどうっていうのはありな感じの、うんうん、そういうとこだと思いますね、うんうん、もちろんあのそれ以外の Facebook や Twitter もちろんねアプリもちゃんとありますし、うん、普通に使うことはできますんで、うん、まあ、内容的には非常に濃くできてるのかなと、うん、であともう一つはさっきちょっとお話したその PHS3G の話なんですけども、今までのウィルカムを出してる、まあ、例えばディグノデュアルみたいなディグノデュアルデュアル2も出てますけどもありますが、このモデルも、PHS3G の両対応と、例えば PHS で、まあ、どっちかというと通話、はい、音質のいい PHS で通話をしつつ、うん、データ通信に関しては 3G で高速通信が使えますという形で、うんうん、まあ昔のこのどっちもというか、まあ、デュアル方式なんでどっちも使えますと、うんうん、両方使える上でその料金プランはどうなのさっていう話なんですけども、うん、まあ、一般的にはそのウィルコムが出しているウィルコムプランライト、はい、っていうのを使います。はい、でこれは基本使用料は980円、うんうん、でウェブ接続料要するにプロバイダー料金が月額315円、はい、これにプラス、はい、いいですか、はい、パケットの定額料が1980円、はい、あの佐々木のびちゃんが宣伝してるダレスマですけれども、うん、この1980円使います、はい、ただしこの1980円は24ヶ月なのでそれを過ぎると2980円になってしまいます、はい、というのが一つ。2年間ってことか。そうです、はい、それからもう一つはこの1980円で使える 4G3G のデータ、はい、高速データ通信は1ギガまでです。それを超えると 128K です。で例えばひとみちゃんがお持ちのドコモの回線の場合は、普通にクロシーの化け放題とかだと何ギガまで使えますかっていうと、まあ一般的に7ギガまで使えるじゃないですか。まあ当然料金は高いんだけどね、7ギガ使えるから、うん、多少その各社によって差はあるけど、大体6、7千円ぐらい取られるんで、それに対しての2千円なんで、まあ分かるんだけど、でも割り算したらちょっとなって感じ、ちょっと高いかなって気は若干しなくはないんで、もう一段この容量を上げていただけないでしょうかというのが僕のあくまでも希望なんですが、であとはまあそうですね、あのウィルコム同士 の通話も定額ですというのもあるし、あとあのソフトバンク e モバイル、ちょっと今後 Y モバイルになるでちょっとどうなるか分かんないところもありますが、基本的には今の段階ではソフトバンク e モバイルと月額525円で定額で通話ができます。あの僕みたいに長く入ってるなんだっけウィルコム10年以上の人はキャンペーンでも一応無料で使えますというのもあるので、まあそういうのもありかなということで、端末としてはよくできてる。料金プランはまあもう一息欲しいところも少し残るかなと。ちなみに誰とでも定額は月額980円なので、さっき そのパケットの定額とか全部合わせて考えると4000円近くまでかかってしまうんで、ぐらいになっちゃうんだ、うん、でまあ割と通話に関してはあんまり負担が増えないので、でもだったらなんか LINE で電話しちゃうかなみたいなところも若干気持ちがあって、ちょっと悩みどころだです ね、うん、ですね。もう少しなんか料金に対して魅力があるといいかな、うん、もう一息踏み込んでほしいかなって気がしますが、うん、ちなみにあの個人的なあくまでもあの好みっていうかなんか、うん、新鮮さなんですけど、やっぱりアンテナマークが一番いいところにこの2本立ってるっていうのはなんか気持ちいいですよね本当だ、なんかたくさんつながってる感があって非常にいいかなと。機能チェックですけれども Wi-Fi に関しては WPS-AOSS 対応と、画像編集はちゃんとあのアプリが入ってますんで画像編集対応可能です。着信拒否は指定、未登録、非通知、公衆、通知不可全部対応ですね。伝言メモ、簡易留守録に関しても、搭載してますんで、まあ、この辺の部分に関してはまあ100% 申し分なし100点というところだと思いますんで、はい、分かりました、この後はズバリいいとこ悪いとこなんですけど、なんか普通にいい感じがしたんで、うん、悪いとこないかもしれないけど、一応この後はズバリいいところ悪いところで、たくさんあります。たくさんありますよ。嘘だ、はい、ズバリいいところ悪いところ、今回は悪いところ。お、珍しいな。うん、なんかいっぱいあるって言ってたんで。そう、いや、いっぱいあるとは言ってないけども。言ってない。まあ、はい。こんな感じかな。あ、そんなにないぞ。はいよ。はい、AXGP も対応してほしい。もう一色欲しい。音量キーの位置が点点点。まあ一つはやっぱりウィルコム、まあね、別れたとはいえ、うん、でもワイルシティプランニングという会社に分かれて、今はソフトバンクの、Android 端末を中心にその AXGP 対応してますけども、まあ、大元を正せば、まあ、AXGP はウィルコムがもともと持っていたあの技術を使っているものなので、
やっぱりそのウィルコムの端末で高速通信が使えますよっていう意味で言うと、やっぱり PHS&AXGP にさらに 3G、 まあ要するにディグのデュアル2みたいな形の組み合わせの方が本当は嬉しいのかなっていう気がします。そこはまあ 3G でいいよっていう考え方もなくはないんだけど、ちょっとそこはなんかもう一踏ん張りしてほしかったかなっていうところでは、うん、それをつけるのは大変なことなんですか？多分コストは上がるでしょうね。だからそこは多分コストとの勝負だと思うんですけども、ただなんかどっかしらでやっぱり線引いてもらって、ここから以降に関してはウィルコムのそのスマートフォンは PHS-AXGP-3G ですよみたいなぐらいのことは言っていただけた本当は嬉しいのかしらという感じがしました。そしたら、うん、おおすげーって感じになりますね。そうですね。であと、まあ、カラーに関しては今日お見せしましたけど、はい、まあ、やっぱりこの2色で、まあ、はい、ピンクとシルバーということで、はい、この2色は非常にいいと思うんですけれども、本当はなんかあえてここはシルバーを外してブルーでも良かったような気もしなくもないし、じゃあもう1色つけるとしたら、うん、ホーリー先生何色が欲しい？多分あの 薄いターコイズとかのブルーがいいか、男性のブルーがいいのか、まあ、あるいはシルバーもっと濃いやつでも良かったかなって思います。まあこれはあのデザイナーさんの考え方なんで、まあどれが正解ではないんだけども、うん、カラーのバリエーションは3色でも良かったのかな、まあもちろんこれも売れる台数次第なんだろうなって気がするんですが、っていうのがありましたと、はい、であともう一つ音量機の位置、これはあのもうシャープさんの端末、この去年の冬から出てきてる端末ではみんな共通なんですけど、やっぱりこの下のところのこれ、ね、うん、これやっぱりあのまあ慣れるっちゃ慣れるんだけど、じゃあシニアの人にこれ慣らさせちゃっていいのかっていうところはやっぱあって、それはやっぱここじゃないのっていうのがあるので、その辺のこう、まあ、いろんなその、やりくりの都合はあると思うんですが、ちょっとこのタッチセンサー下側の、音量調節っていうのはあんまり僕は使いやすいとは思わない。あの、うん、私だけか分かんないんですけど、さっきもここのね、うん、親指のここの腹でね触ってちゃったんですよ。で反応しちゃってたから、左手で持つことになっちゃうと、なんかねさっきね反応しちゃった、まあここでこう腹でかぶっちゃうことがあるので、うん、ちょっとそこはやっぱりちょっとこの音量機の位置っていうのは、うん、あんまり僕は良くないなって思ってるんで、うん、次期モデルでも検討していただけるといいかなと思います。はい、ありました。じゃあ、続きましていいところお願いします。はい、よじゃん、コンパクトで持ちやすい2つのネットワーク、初心者にも分かりやすい。これはあの、はい、今日話した通りですね。やっぱりコンパクトの端末、うん、特にコンパクト系のハイスペックというか、まあ、ある程度のスペックある端末というのはやっぱり一つ のトレンドになりそうな感じがするので、これをしっかり、キャッチアップしているのは非常にいいことだと思いますし、ちょっと本当は XGP 欲しいというのはさっき書きましたけども、まあ、でも少なくとも2つのこのネットワークを選べるというのは、うん、まあ、電話番号も2つあるということも含め切り替えもちゃんとできるようになってますんで、これはまああの幅広いエリアで使えるという意味合いでも非常にいいかなと思います。その初心者にも分かりやすいというのはやっぱりこの、まあ、縦スクロールにとにかく割り切ったこの画面というのは、うん、非常によくできてるのかなと。ウィジェットをどうするとか余計なこと考えないでもこのままこのスタイルで、うまくまとまったまま進化していただけた方が本当はいいのかなということで、初心者の方には非常に、ただ問題はやっぱりこれを使ってた人が今度普通の Android のユーザーインターフェースに行った時にやっぱりちょっと戸惑うと思うので、やっぱりそういう意味で言うと、ちゃんとこれを継続してブラッシュアップしていただくっていうのもシャープさんには求められたことではないのかなと。そうですね、次のモデルが出る時にもやっぱりちゃんとこれを進化させたバージョンっていうのを出していただかないと、継続して使っていただくっていうことも大事なことなので、どっかの原稿でも書いたんですけど、あの年食うとですね、物変わるのが嫌なんですよみんな、で大体それで拒否反応を示すんで、そこはやっぱ変わらない良さっていうのはやっぱりちゃんと作っていただけた方が、特にウィルコムは今後その e モバイルと一緒になり y モバイルになるという話はありますが、この路線はやっぱり堅持していただいて、 PHS の特性をうまく生かしたサービスを提供し続けていただけるといいかなと。その意味でもこの端末は大事な端末だと思いますんで、ぜひしっかり皆さんもお店で触っていただければと思います。ハウトゥー携帯です。あのホーリー先生、はい、スマホで撮った写真を印刷したいなっていうことがまああるんですね。そういう時ってパソコンと同じようなプリンターでやんなきゃいけないのかなとか思ったりとかして、なんでかっていうと、イベントで例えばその場でプリントできたら、そこにすぐサインを入れてプレゼントとかできるじゃないですか、はい、そういうことがねできるのかなっていう、なんかできるものがあれば。さすがやっぱり皆さんこうやっぱプロが言うことは違いますね、やっぱり、ね、なんでですか。僕らにとってはサインとかまずないからね、森先
生サインないんですか。ないですよ。しません。じゃあ私が作ります、ね、僕は去年のイベントの時には、うん、3人が書いたサインの片隅に僕の名前をサラサラと書いただけなの で、うん、いいで作ってください。ハンコでいいですまあそれもそれでレアだと4番みたいな面白い。そういう話じゃなくてですね、基本的に今出てる、その世の中に出てるプリンターね、うん、いわゆるそのキャノンとかエプソンとかもいろんな各社出してますけども、うん、今ね各社出してるプリンターはほとんどの機種が今もうスマートフォン対応してます。お家にプリンターがあるようでしたら、はい、ぜひちょっと Wi-Fi 対応のものとかセットアップしていただいて、スマートフォンとか、タブレットからプリントできる環境を作っておくと実は非常に便利です。それを使っていただければうまく活用できると思いますんで、はい、それこそホームページをまあキャプチャーして、うん、じゃあそれプリントしといて、スマートフォン使わない人にじゃあね、例えば自分のお母さんにレストランここよって渡したりとかもできるだろうし、いろいろ使い方はあると思うんで、はい、まあ、これはぜひ使い方を覚えていただけるといいと思います。僕も文章とか時々プリントするのをタブレットとかスマートフォンから印刷することもありますんで、うん、で自分の持ってるプリンターの各メーカーのページに行っていただいてチェックしてもらえば大体わかります、はい、でそういう話ではなく、はい、こういう人は例えばファンの方と写真を撮って、ね、でまあこうサインをしていただくみたいな時に、うん、なんか簡単にできるといいなと、うん、そういうそのイベントとかだとまあちょっともうパッと持っていけるっていうのもあるんで、うんうんうん、実は前にもご紹介したところがあるんですが、はい、LG のポケットフォトっていうのをご紹介してなかなか好評で、僕もまだ持ってますし、携帯をして書いてるライターさんの方も一人、うん、欲しい欲しいって言って、うん、入手されてましたけれども、結構やっぱりいろいろ使い道が多いので、で今回はですねその新型が出ました、はい、でそれをご紹介したいのと、もう一台ライバル実はチェキ、はい、うん、チェキも実はスマートフォン対応のスマホでチェキというのが出てきました、ね、それを合わせて、今日ご紹介したいと思いますが、まず最初にですね、はい、LG さんの今回の、ポケットフォト PD239 かな、こんな感じの構造になってます。充電式です、うん、で電池で電源、からまあプリント中分かりますと、電源器はちなみにここにあります。横に電源器でこれマイクロ USB で、まあここでリセット、チャージができます。でこれ今電源切りますけど、はい、ここでこうやって開けてもらうと、もうここにこう印画紙が入ってると、こんな感じでね、まあちなみに印画紙は、まあ、こういうパッケージで売ってます。おこれを開けてもらって中にビョッて入れると、まあ、ちなみに中にこういうのが入ってるんですけども、こういうのね、コンパクトで、これをまあ封を切って開けていただけて、ここに中に入れると、まあプリンターに近いですよね、こういう感じで入れてもらって、でパッカンと閉じてもらって、でまあ電源を入れますと、電源入りましたん で、ちょっとさっき写真をですね撮ったんでちょっといきますが、ちなみにこの端末、まあこれ今 iPhone ですけど、 iPhone のこの Bluetooth でこいつとペアリングをしてつなぎます。これはまあまあパターンで、まあ Bluetooth でまあペアリング探して見つかればこいつとペアリングをすれば OK なんで、まあつながりますと。であとは自分のこの端末の中に、ポケットフォトの、アプリをダウンロードします。ダウンロードすると、この端末の中に入ってる、カメラロール、要するにカメラで撮った写真か、もしくは、iCloud 使ってあるのであればフォトストリームの写真とかも出せますん で、うん、でさっきちょっと写真を撮ったので、こんな感じで起動するとカメラロール、まあ、これはちょっとこの端末のカメラの写真撮ったのもだいぶ削っちゃったんであれなんですけども、まあ、今ここでさっきひとみちゃんを撮った写真が、ね、こうやってありますと、でこんな感じで、撮りましたん で、はい、でこれを今度左側でこのプリントでやってもらって、うん、そうするとこれプリントしていいですかって出てきますと、うん、これで入ってやると、うん、でこれでもうこいつはここへ今送ってるはずなので、出てくるかな、あ出てきた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 よ、出てきたよ、めっちゃ鮮明ですけど、あどうですか、可愛い子が出てきた、可愛い子が出てきた、自分で言うてるわ、まあ、こんな感じで、可愛い子が、何言うてる、でこんな感じで出ますと、うんうん、すっごい鮮明、はい、非常に綺麗に出ますんで、うんうん、でまあ、もちろんこれをまあこれでサインしてもらって渡すっていうパターンもありますし、うんうん、はい、いろんな使い道ができると思います。で、まあ、これが LG のモデル、うん、で大体従来のモデルよりちょっと薄型化して、今印刷か、うん、大体1分ぐらいかな、うんうん、ちょっとかかります。だから、少しもう大量に何十枚も印刷するっていうよりは、なんかパーティーの席で撮っ
って水ちょっと取って書いて、うん、はいっていう感じで使うの、うん、っていうのが、まあ、こちらの方が LG の、モデルということで、うん、ちなみにボディカラーはですね今回のモデルは、今ここに置いてあるのはホワイトですけども、はい、このピンクとホワイトの2色ということで、うん、まあ、今 iPhone でやりましたけど Android 端末も同じようにしてできます。重量は約 221g と可愛らしいデザインで、まあ、プレゼントなんかにもいいのかなという感じはしますけれども、はい、まずこれをやりますと、はい、そして、はい、チェキ、チェキですと。チェキって本当にこれめっちゃ売れたんじゃないですか。まあ、最初の頃のは本当にすごいですけど、ね、まあ、今回のは新しく、うん、スマートフォンと対応するもので、うん、はい、スマホでチェキという名前でインスタックスシェア SP1 という名前なんですけども、うん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 、こういう商品が出てきました、はい、でこれはやっぱり同じことで、うん、やっぱりその皆さんがイベントとかでプリントしてもらうといいですよねということで、はいはい、まあ、ちょっとこう今日先ほどご紹介したこのアクオスフォンでですね、うん、ご紹介をしたいと思うんですが、はい、でスマホでチェキというアプリですね、こうやって起動してもらうと、はい、こんな感じでプリントしたい画像について選んでください。カメラ撮影、うん、リアルタイムテンプレート、ギャラリーから選択、 SNS から選択、 SNS に関しては Facebook と Instagram から選ぶことができます。で同じ写真をもう一枚プリントしたいということでよくある、例えばこう2人で撮ってそのちゃん用と僕用とそれぞれっていう時にもう一回プリントを見た時に、まあ、再プリントもしやすいっていう、まあ、この辺はなんかアプリの作りは結構うまいのかなって気がしますけども、せっかくなのでここはもうダイレクトにですね、はい、私が今違う方法でいきましょう。せっかくこういうシチュエーションですから、じゃあ、はい、これ撮れるかな、うまく、これは難しい、撮ってもらいましょう、スタッフに撮ってもらいます、ね、ということで撮りました。よっしゃ、はい、うちのスタッフがしっかり撮ってくれました、ありがとうございます。で保存します、保存します、で保存しましたん で、はい、でこれで OK として、これで、今プリントをこういう形で用意できてますんで、はい、接続してプリントするを選ぶん でこれはこの端末 と、チェキの間は Wi-Fi でつないで、プリントしますけども、うん、今これもあらかじめセットアップはしてあるんで、うん、探しに行って接続してます、接続しました、うん、で今送りました、送信中です、プリント中です。さてプリンターの方、お、あ、早くないですか、いいですか、はい、いいですよ。ちょっと今じゃあこれがインディしたので色まで出てくるのをちょっと待ってる間にご紹介しますが、はい、さっきの LG のですねこのポケットフォトの新しいタイプなんですけども、これは、ハードウェア自体は1万大体6000円ぐらいかなで売ってます。でさっきのこの、パッケージですね、このプリント、うん、この紙のパッケージですけども、これは10枚パックのこの10枚パックのやつが中に3つ入ってますね。30枚入りのもので、1720円、だから1枚あたり大体60円弱ぐらいだと思って、スマホでチェキの方なんですけど、これはちょっともうちょっとお値段が2万円ちょっとぐらいかな、2万円ジャストぐらいだと思います。で売ってます、まあ若干お店によっては少し安いこともあると思いますが、チェキの方はですね、これはまあ、例えばいくつかパッケージはあるんですけども、こういう例えばこれは10枚入りが2パック入ってるというモデルですと、はい、これじゃなくて10枚入りの方が792円で、これはこっちの方はもうちょっと高くて1400ちょっとぐらいだったかな、だから1枚あたり大体80円しないぐらいだと思いますんで、大体まあ両方でお値段の差は大体まあ1枚あたり20円ぐらいの差はちょっとあるのかなって気はするんですが、これ実際我々が普段プリントしてる状況から考えると、例えばこの大きさのものを例えばカメラ屋さんでプリントしてくださいって話になると、まあ多分今は1枚もう10円しないぐらいでプリントできると思うんですけども、ただそれはプリント屋さんに行かなきゃプリントできない、これはやっぱりどこでもプリントできるんで、多分これから5月6月あたりで、まあ6月は特にジューンブライドなんて感じで、やっぱりその結婚される方が多かったり、パーティーなんかたくさんあると思うんですけども、そういう時に使っていただけるといいのかなっていうのがあるのと、新郎新婦にメッセージ付きでね、はい、そう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 、そういうのいいと思いますし、あともう一つあるのは、割とまあ僕はまあダメな人なんでできないんですけども、整理整頓をする時にチェキとか、あるいはこのこういうポケットフォトみたいなものを使って、で小さい写真を作って棚をこう何お洋服をしまうときにどんなお洋服が入ってるかっていうのをこうやってプリントしてもらって、こうやってペッ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 と貼っとくっていう人がいるそうです。そういう使い方をしていただくのもありだと思いますし、いろんな活用方法があると思うんですよ。だからそこは皆さんこういろいろ工夫をしていただいて、これをだからじゃあデジカメでって話になると、ケーブルデザインとかメモリーカードの入れてとかめんどくさいですけど、別にスマートフォンであればもう今日もご紹介しましたけども、両方ともこうね
うん、割とこうワイヤレスでピッとこう送ればもうそのまま使うことができますんで、うん、こういうのをうまく使っていただけるといいのではないのかなという気がします、うんうん、はい、はい、なんとなく出てきたけどちょっとしゃがかかってる感じがしてですね、なんかちょっとこの辺が我々のこの辺がちょっとこうなんかあのちょっとスケルトンみたいなスケルトンな感じになっちゃってちょっとあれですけども、はい、味がある感じになりましたこちらは、はい、スマートフォンコーナーの周辺機コーナーで売ってますし、カメラ屋さんのカメラコーナー、まあ、あのチェキのコーナーもやっぱりチェキとかのコーナーもありますんで、そういうところでも、はい、あの多分購入できると思いますんで、うんうん、もちろんオンラインでも買えますから、あのアマゾンとかああいうところで買っていただくのも OK だと思いますんで、うん、ぜひちょっとパーティーがある人、もしくは整理整頓をしたい人、はい、その人が特にプリントしたい人ぜひ、サインしたい人もサインしたい人、はい、なんかいろんな使い方できると思いますよね、はい、今日はプリントをしてみましょう、スマートフォンでプリントしましょうでした。はい、こちらはフォーリン先生のサイン入れてプレゼントします。しません。はい、今回、ご紹介したこちらウィルコムなんですけれども、はい、私としては、うん、LINE がもともと入ってるっていうのはすごくいいなと思って、うん、親にが LINE やってくれたら便利だろうなって思う節が多々あるんですよ。でもまだちょっとうちの親あのガラケーなので、なるほどちょっとね、もしね行くんだったらこれはスマホ行くこれいいなとは思いました。はい、一つもう一つはひとみちゃんのところはね、まあお母さんは近くにいるからだけども、うん、はい、例えば離れたところにいるその自分の親御さんとかに守ってもらうっていう意味で言うと、うんうん、インストールの作業はそこそこ手間のかかるものなの で、まあ、あらかじめ入ってるっていうのはまあまあ何かしらやりやすいのかなっていうところもあるので、うん、まあ、これも一つプラスだと思います、うん、あとまあ根本的なところとして使いやすさとか、うん、その画面のデザインもよく分かりやすくなってるとか、うん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 、アンテナが2本立ってるのも僕的には気持ちいいなと思いますんで、PHS 本来のその音質の良さなんかも含めてですね、体験したい人にはお勧めできるかな、うん、これいいですよね、はい、虫眼鏡もだって一発でできるし、そうです、はい、皆さんもですねお店でちょっと触れる店が少ないかもしれないですけど、うん、まあ、いくつかあると思いますので、うんうん、ぜひ探していただいてですね、はい、拡大鏡で中をじっくり見ていただけるといいかなと思います。